買うんですよ、ドドリアさん。ダーボンさんも行きなさい。はい。これが歴史の改変というやつか。ドドリアだけでなくザーボンまで追ってきては、あの二人が逃げ切るのは難しいじゃろうな。お前さんが助けてやるしかないな。張り切って行ってこい。逃げられると思ったか。なんだ、俺たちを助けてくれるのか。来るな、ご飯。お前はそのナメック星人の子を連れてこの場を離れるんだ。はい。ドドリア、残りのガキどもを追え。ここは私一人で十分。手配か。目的はこやつを倒すことではないぞ。クリリンとご飯をこの場から逃がすことじゃ。ある程度ダメージを与えれば、何者なのか、貴様。こんなに戦闘力の高い種だ。よし、今じゃ。孫悟飯はドドリアから逃げ切れたようじゃな。結果的に本来の歴史通りになったの。お前さんはそろそろ帰ってきて。タイムパトローラーか。このスラッグの邪魔をする者は知りあるのだ。何者なんじゃこいつは。悪のナメック星人スラッグよ。お話ししてください。この後はいわば別の歴史から連れてきたんだ。ナメック星人は味方じゃなかったんか。それにこいつの邪悪なパワーは何じゃ。スラッグはただのナメック星人じゃないんだ。つまりアクを殺したくない。普通からナメック星人なのか。俺の力はまだまだこんなもんじゃない。ザザザザ。子供、今そちらに向かっています。もう少し持ちこたえてください。急いでトランクス。普通じゃないぞ。そこまでだ。命拾いしたな。ドリアのパワーが上がっておる。このままでは歴史が変わってしまう。もうベジータに勝てるぞ。じゃ俺を見くびるなよ。そう、ベジータの野郎、他に味方を連れてきてやがったのか。それも
どもそうだ。地球人がこんなところまで来るわけなかろう。何を寝ぼけてやがる。そんなことはどうだ。フリーザスのパワー。フリーザはサイヤ人の底知れぬ可能性を恐れている。何だったんだ、さっきのやつは。